年も終わりになってきました。今年最後の動画ということで、宝くじを買おうかと、年末ジャンボですねを買いに来ました。で、宝くじっていうとやっぱりイメージだとそうですね、ヒカルさんとかが10万とか下手したら100万近くぐらいまとめて買ってみたいなのがあると思うんですけど、僕は全然持ってませんので、今回は1万円分、正確には9000円ですね分買おうと思います。ということで買いに行きましょう。じゃあとりあえずバラで全部バラ全部バラ了解。あ、すいません。どれ？年末ジャンボ？それから10枚ずついったら美術も楽しみ。こちらが一番本数が多くなってる。奥狙いですか？真ん中は3000バラで10枚と。ね、待って悩んだね。悩んだね。年末ジャンボだけかと思った。ああ、10で全部バラ全部バラで。はい。すいません。6000円でスクラッチはいかがですか？スクラッチいかがですか？スクラッチいかがですか？5枚買いました。だから5板で300万を5倍。はい。はい。ありがとうございます。それからお待たせいたしました。こちら大きいジャンボミニプチバラですね。300万が1、2、3。はい、どうもです。はい、じゃあ今1万円分年末ジャンボその他もろもろが10枚かで9000円分買いましたと、残り1000円で、ドラゴンボールのスクラッチですね、これを5枚買ってきました。とりあえずこっちは年が明けてからの楽しみにしたいと思います。ということで今からこの5枚だけちょっとスクラッチを削って当たるといいな。はい、じゃあドラゴンボールのスクラッチなんですけど、ちょうど今公開してる映画のあれですかね、ゴジータブルーだ。まだちょうど始まってまだ1週間ぐらいかな、なんでまだまだやってますんで、俺も見に行ってないから見に行きたいとこではあるんですけど、でここの9個マスがあります。でここにですねゴジータの絵柄が4個以上出れば当たりだそうです。でこの顔ですね、この顔が4個でが6等200円で、5個で5等の1000円、6個で4等の3000円、7個で3等で1万円、8個で2等の5万円です。そして9個全部出ると1等の300万だそうです。無言かよ、もっとなんか言えよ。あ、やったね。4個目でだって。4個ですね。お、ってことは200円かい？ですです。さあ、200円の当たりくじみたいですよ。これはポケットにないないしといて、じゃああと4つですね。いやー、でもスクラッチの動画も結構見るけど、正直なかなか難しいと思うんだよね。いや、まだ最後の1個にかかった。あー、来い来ないのかい。はい、残念。来ないのかい。はい、外れ。さあ、3枚目。あー、てか雨が降ってきたしね。1つ目。3分の1はきついな。2つ目。あと3分の2ですか。いや、もしかしたら5個、その3つともがゴジータという可能性もあるよ。ほら、まず1個。はい、いや、残り1個がかかって、はいはい、外れだもんか。さあ、4枚目っすね。300万は終わったな。ああ、5万円も終わったな、これで。いやー、4等で十分なんですよ。いやいや。ああ、1万円も終わったか。さあ、なんか。なんだ。あとは、全部当たって1000円か。そうそう、あと4つがゴジータでも悪いやねんかい。さあ、200、お、あと2つがゴジータなら200円だ。おさあ、その1マスがどうなんだ。こんのかい。はい、はい、残念。はい、さあ、ということでラストっすよ、ラスト。真ん中から行くのがいいんだな。お、幸先いいじゃないですか。ゴジータですよ。300万、5万が終了しました。1万円も終了ですね。5000円、3000円か。3000円も、1000円も終わりましたね。マジか。はい、あと3個。3マスがゴジータで200円ですよ。終わり、終了っすね。はいはい。なるほど。ということでですね、5枚目も終わったんで、最初の1枚だけが6等の200円の当たりです。あと4枚は残念でした。難しいね。まあ、200円おめでとうございます。あ、どうもどうも。ちょっと200円換金しに行きました。はい、ということで今回の動画はここまでです。それでは今年もありがとうございました。来年もまたよろしくお願いします。ぜひぜひ視聴してください。それでは。